皆さんこんにちは。自然医療療法士ナチュロパスのさえです。オーストラリアを拠点に不調の根本治療を行っております。この音声配信では病気をどうやって予防していけばいいのか知りたい、そんなあなたに、もしくは、毎月の生理痛や生理不順が当たり前になってしまっているあなた、いつも毎日薬を飲んでいるあなた、だけどその薬が症状を抑えているだけであって決して根本から治っていないことが分かってしまっているけれども、どうしていいか分からない、そういったね、皆さんにお届けしたい内容が盛りだくさんの番組となっております。さあ、いかがお過ごしでしょうか。相変わらずね、南半球のここオーストラリア、特に私の住むケアンズという町はですね、一見ね、いい風に言うと一年中トロピカルな場所という感じでですね、まあハワイみたいなよく似たところが気候ではあると思うんですけれど、もう世界中でちょっとこう異常気象が起こっていますよね。この時期はね、通常は雨季で結構ね、雨量も多かったりするんですが、あんまりね、そこまで雨量も多くないわ。そして毎日ね、かなり気温が上がってます。40度超えぐらいあったりしてですね、非常にちょっと住みづらい毎日を送っております。で、聞くところによるとね、日本はそろそろこうあったかい時間が増えてきたっていう風にね、皆さん患者様おっしゃってらっしゃるのですが、皆さんのお住まいのところではどうでしょうか。でね、まあ、やっぱりこう冬から春にかけて季節の変わり目というとですね、苦手な方もいらっしゃるのではないでしょうか。花粉症なんかね、そろそろ始まってきている季節なんかではないでしょうか。それから、何でしょうね、この特に季節の変わり目は体調を崩しやすいなんてね、いう方も多いかと思いますので、このちょっとね、最近暖かくなってきたかなというね、特に日本にお住まいの方に向けて、今日は季節の変わり目、見直したい免疫力というテーマでね、お話をしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。というわけで、改めて本日は季節の変わり目、見直したい免疫力というテーマでお話をしたいと思います。というのもね、まあ、この冬場結構寒かったみたいですよね。この寒かった冬場、それからもちろんですけれども、ここ2年ほどね、かなり不安なことも皆さんあったかと思います。そして今この季節の変わり目と免疫力に関しては、何かと気をつけてらっしゃる方が多いのではないかと思いますが、私のね、仕事ナチュロパスというのはですね、栄養士の仕事も入ってるんですね。なんでかなり栄養学についても学んできましたので、今日はですね、その皆さんがね、毎日の生活の中で栄養面でどういったことに気をつけたらいいのかというところで、特に免疫力を支えるという目的でですね、大事な大事な栄養素3つをご紹介していきたいなというふうに思っております。どうでしょうか、皆さん、免疫力を支えるとか、こうね、いい免疫力をキープするために必要な栄養素、何があると思いますか。考えたことありますかね。結構ね、世界中の研究で出ているものですので、かなり確かなものです。なんでね、ぜひ参考にしてほしいなと思っておりますので、早速いきたいと思います。まず1番目ですね、大事なのはですね、まずビタミン C でございます。ビタミン C というと何を思い浮かべますかね。レモンだったりオレンジだったり、まあ、柑橘系の食べ物なんでね、こう冬にこたつでみかんを食べるというのはかなり実は理にかなっているんですよ。なんせみかんはね、ビタミン C 豊富ですから、こう特に風邪をね、引きやすい季節に、ビタミン C みかんから取るっていうのは、実はかなり体にとっていいことだったりするんです。というのもですね、ビタミン C というのはですね、私たちの体の中の、白血球、まあ、結構私は体の中の兵士なんていうふうにもね、ソルジャーとかで言うんですかね、というふうに呼んでいるんですけれども、この体の中のね、そういった私たちの兵士に必要な栄養分といっても過言ではないんですね。
一旦ですね、こう外から、まあ、ウイルスだったり、何かね、バクテリアっていうんですかね、そういう菌とかですよねが、外敵が入るとですね、通常私たちの体の中の白血球ちゃんたちですね、特にあの T 細胞とかナチュラルキラー細胞なんて呼ばれているんですけれども、このね、外敵と戦う戦士たちっていうのが、次々とね出てくるんですよ。こうわ、なんか入ってきたぞと思ったら、この外敵と戦う戦士たちがどん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 増えてですね、この何やらこう分からないウイルスか何かとね戦って、消滅させてくれる、そういったね自然の体の働きがあるんですけれども、このビタミン C っていうのはこの、T 細胞だったりナチュラルキラー細胞とね呼ばれるこの兵士たちのパワーの源なんですね。なんでですね、あの実際の研究結果でも出てるんですけれども、あのビタミン C が不足すればするほど、どうやら彼らのパワーも弱くなってしまって、その結果その風邪とかですね、そういった症状が長引いたり、もしくはこう症状が重くなったりしやすくなってしまうんですよね。なんで、私も結構普段の診療でですね、こうアキュートセッションといってこうちょっとした風邪とかですね、ただ単にこう慢性的なものも見るんですけれど、大変助けてっていう、こう怪我とか風邪とかちょっとしたアクシデントなんかでも診療しているんですけれども、特に風邪の場合はですね、絶対にこのビタミン C をですね大量に処方するんですね。というのも、もう世界中の研究で明らかになっているのが、このビタミン C 増えれば増えるほど、この私たちの体の中の戦士がこうどんどん増えてってですね、こう力もいっぱい蓄えてくれてですね、結果、症状が重くに済まなかったりとか、それから、風邪が長引かずにかなり短くで済んだりとかっていうね、研究結果が出ております。のでやっぱり毎日の生活の中でも、もしもねちょっと入って何かがね、こう外敵が入ってきても体から守ってくれるような、この戦士たちを常に健康な状態で置いておくためには、このビタミン C っていう栄養分が非常に大事になるんですね。これが一つ目です。次に、2つ目ですね。今日は、栄養素3つご紹介したいと思いますが、1つ目はビタミン C、 そして2つ目いきたいと思います。2つ目はですね、亜鉛です。さて、聞き慣れますか、このミネラルなんですけれども、カルシウムとかマグネシウムとかいったミネラル分いろいろあるんですけれども、その中でも大事なのは亜鉛というねミネラル分になってます。こちらもですね、先ほど言ったようなこの T 細胞とかナチュラルキラー細胞、これらの戦士の働きにめちゃくちゃ必要な栄養分なんですね。でさらに、この亜鉛そのものっていうのも、この入ってきてこうちょっとね病気になりかけている私たちの細胞だったり不必要な細胞っていうのを早く死滅させるのに非常に必要なミネラル分になっています。でね、あの亜鉛不足の方が、世界中でめちゃくちゃ多いんですよ。なんでね、あのこの亜鉛不足って結構いろいろな問題に発展していてですね、こう不妊なんかも特に男性側の、この精子の質だったりにもね、亜鉛不足っていうのは非常に関係しているんですけれども、あの亜鉛が不足するとじゃあどういうサインがね体で現れるのかというと、ちょっと紹介したいなと思っていて、まずですね、髪の毛ですね、髪の毛が細くなったなとか髪の毛が抜けやすいという方、亜鉛かなり注意してください。でそれからですね、他にも亜鉛不足になると、皮膚が荒れやすかったりしますし、貧血になりやすかったりもします。でさらにはですね、消化器官にも非常に大事なミネラル分なので、お腹の調子があまりよろしくないという方、あのあんまりねこうお腹の健康だけなんでしょう、あの先日もお話ししましたけれど、そのなんとか菌、ビフィズス菌とか乳酸菌とかも、まあ、大事なんですけれど、実はですね、そのお腹以外にも例えばこういった亜鉛不足というところも非常に関係があります。
ですのでね、こういう時にやっぱりホリスティックっていう風に言ったりするんですけれど、例えばお腹が悪いからといってお腹だけを見るんじゃなくって、やっぱりね、その方その方の全体像をしっかりと把握しないとなかなか改善しにくい場合が非常にあります。あと例えばこう貧血っていうとですね、ついついこうじゃあ鉄剤を取ろうと鉄だけに行きがちなんですけれども、これまた鉄ばっかり取っていても亜鉛が全然足りていない方は結局貧血解決されないんですよね。なんでね、この亜鉛不足のサインちょっとお話ししたいなと思ってお話しました。普段ですね、どんな食事に含まれるのかというとですね、結構シーフードですね、海で獲れるもの、特に牡蠣なんかはめちゃくちゃ亜鉛豊富なんですよ。なんでこう牡蠣をよく食べる方はかなり元気かもしれません。とか、赤身の肉、それからナッツといっても特にブラジリアンナッツなんてなかなか日本では手に入りにくいかもですけれどね、この、魚介類、それから赤身の肉、そしてナッツ類をしっかりと食べると亜鉛もかなり取りやすくなっております。逆に言うとですよ、こう魚介類を甘くあまりねこう多く食べていない方、もしくはこうベジタリアンな方、それから、お子さんを含めてこう偏食だったり小食だったりするっていう方は、かなり注意です。やっぱりね、ママさんも聞いてらっしゃると思うんですけれど、そのお子さんの免疫力をどうやってねこう高めてあげたらいいかとか、こう風邪をひきにくい子供にしてあげたらいいかって考えた時ね、やっぱりバランスのいい食事っていうのは大事なんですよね。なんでそれでもやっぱりうちの子魚食べないんですよとかっていう場合は、それをね食べれないで放置するんじゃなくって、せめてまあじゃあそこは食べれるようになるまでサプリメントでこう補充をしたりとかですね、そんな感じでこううまくねサプリメントを使ってでもいいので、あんまりねこう栄養不足をそのまま放置するよりかはかなりいいとは思います。というわけで2つ目は亜鉛でございました。そして最後3つ目ですね、免疫力に非常に大事な栄養素第3番目はビタミン D でございます。私のことを知ってくれてる方はですね、かなりビタミン D についてうるさく喋っている回が非常に多いんですけれども、なんせですね、世界の研究結果によると日本人の特に冬場約 85% もの方がビタミン D 不足に陥っていると言われているんですね。夏場ね、じゃあ大丈夫なのかって言ったらそんなことないですよ。夏場は、70% ぐらいだったかな。とにかくですね、日本人なんでかっていうとね、一番は日光になかなか当たらない方が多いんですよね。例えばそのお外でお仕事をされてたとしてもですね、特に女性の方はこう袖をねもうしっかりとこうカバーしたりとか、日焼け止めを塗ったり、なんか結構聞くのが室内の方でも日焼け止めを塗っているっていう方よく聞くんですけれども、日焼け止め塗った瞬間もちろんですけれど、紫外線は肌に入ってきませんので、その分太陽からのビタミン D っていうのが一切遮断されてしまうんですね。なんでその結果の 85% だと思っています。もちろんですけど、やっぱりオフィスとかね、家の中で働いている方多いと思います。ところがじゃあ不足した分どうするねんっていうところですよね。まずね、このビタミン D、 そしたら、なんで必要なのかっていうところですけれども、とにかくですね、免疫力、それから、骨格、こう骨の健康、筋肉の健康、そういったこうもう体の基礎の基礎の部分にビタミン D っていうのはめちゃくちゃ大事なんですよね。なんでやっぱりね、その基礎の部分が弱ってくると風邪もひきやすくなってしまうというわけなんです。でこちらもね、実際に研究結果が出てますよ。ビタミン D が不足すればするほど、風邪を含む感染症にかかりやすい、そういったね研究結果が出ております。ビタミン D ね、まあ多くというか、まあまあ含まれている食品っていうのはですね、鮭、サバ、卵、
このあたりが、まあ、ビタミン D まあまあ多めに含まれているかなというところなんですけれど、やっぱりね一番手っ取り早いのは太陽なんですよね。なので、できたらですねこう1日の間もう15分20分でいいのでこう何も塗らずに太陽に当たってほしいです。そうすることで、ビタミン D 不足を、できるだけ不足をねしないような予防ができるとは思いますが、これ難しいのがねなかなか通常の健康診断とかでビタミン D っていうのを測ってくれないんですよ。なんでぜひこの音声配信聞いてくださってる方、これはいい機会だと思って一度ちょっと近くの町医者でですね相談されてみてください。ビタミン D 普通の血液検査でできるんですよ。ところがあまりメジャーではないのでなかなかね通常の検査には含まれていないといったところです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ザザザッといきましたけれども、このね見直したい免疫力に必要な栄養分3つご紹介させていただきました。まず1つはビタミン C、 それから亜鉛、そして最後はビタミン D というお話でした。いかがだったでしょうか。まあとにかくですねこの前も言ったかと思いますけれど、自分の健康っていうのは自分の選択に大きく左右されるということなんですよね。なのでこう毎日何を食べてるかによってかなり健康状態も変わってきますし、その環境ですよね。オフィスワークをしているから常に室内にいるのか、それともちょっとでもお昼時外に出るのか、それだけでもかなり健康状態っていうのは変わってきます。ですのでね、今一度この季節の変わり目いい機会だと思いますので、ご自身やご家族それからまあ周りのお友達とかの免疫力について、考える機会になったらなと思ってお話をさせていただきました。最後に、連日お伝えしているんですけれども、私のやっているオンラインショップの方がですね完全リニューアルオープンしておりますので、ショップへのリンクも全然全く新しいものとなっております。概要欄に貼っていますので、今までね前のショップを使ってくださっていた方、ぜひ新しい方に、遊びに来てください。そして登録し直してくださるととってもありがたいです。で、先ほど言ったようなね栄養素、じゃあビタミン D だけ取ればいいのかとか亜鉛だけ取ればいいのかというとね、結構そうじゃない場合が多いんで、一番のおすすめは、マルチビタミンミネラルという形でね、やっぱり栄養素ってそれ一つだけでは吸収されない場合があるんですよね。なのでやっぱりバランスって大事です。マルチビタミンミネラルとしてもしもサプリを取られるならね取られた方がいいかなと思います。というわけで本日もお付き合いくださり誠にありがとうございました。健康に過ごすための対策を打つにはまずは原因を探りましょう。というわけで今日も素敵な一日をお過ごしください。ナチュロパスのさえでした。